1月3日から始まった行動で召喚コラボから、榊のマーヤを召喚。計略は、四季音で、自身武力プラス2の強化と、範囲内の敵の武力を維持する弱体陣形。効果時間は、60カウントも、ある終盤まで優位に試合運びできる性能。テキスト的には簡易版アマゴツネヒサとも言える内容。あちらより四季は軽いけど、範囲、効果時間ともに上回る性能。長時間陣形にしては、珍しくコスト武力が低くないのも評価点。ラインを上げやすくなるから、タワー型の高齢と相性がいいと思い、鶴見注意との組み合わせを採用。お相手のデッキは出力が低めなので、マーヤの計略の通りはかなり良さそう。高知力キラヤから生存させやすいし、イラストの太ももが太いのも長所。足が太いこのクロニーハイは納得の紅葉持ち。個人的にはかなり強いと感じているカードで、おすすめの1枚。一斉発射。無謀の大和魂。いい感触だ。今日はやめておこう。絶対負けねえ。スゴーン。行け。入れ墨人気は無事だ。切ります。判決を言い渡す。トクトミヤ。これで残り3カウントまで持続やから、実質的な永続として使える。天狼となれ。居場所など武力の微差が大きく影響するこのゲームでは、こんな感じで発言を一方的に進めることが可能。発動。三の型。日本が一つにならなければ列国には勝てぬ。一斉発射。どうした？こっちは遊び足りんぞ。戦機解放。威力を示し、王政復興を実現する。
一の型一斉発射。どうした、こっちは遊び足りんぞ。天を動かす野望、我が身を焼こうとも。前期解放、逃げねえよ。これは俺の人生のリベンジだ。ゼロー、いい感じか。いい感じか。ゼロー、リューハー発動。ミノカタ、いい感じだ。お許しを。行け天狼となる。こんな感じで終盤まで計略が残るから最後まで有利に戦える。行け無謀の大和魂。撤退します。感情的になるなよ。お相手の戦う以上はこっちもちゃんと戦います。どうした、こっちは遊び足りんぞ。セゴン、居場所などは2試合やるよ。陣を下げろ。もうやだ、エヴァを仲間入りたい。突撃、はあ、もうやだ、エヴァを仲間入りたい。今日はやめておく。まで下は抜かねえ。送ってばダメな子。大きめのリードは取れたけど、次は相手のターン。なあなあ、機会を小さくするためにマーヤを先打ちして多計略も合わせる形になりそう。そうなっても終盤まで続くから指揮者が気になりにくいのもマーヤのいいところ。ピュア無事だ。セボーン、はっ。
負けねえ。判決を言い渡す。トクトミア。ズボン！突撃！平家の誇りを守りたくば、この智盛に続け！パクってはどうらんわ。勝った者が正義などだ。はぁ、陣を下げろ。もうやだ、ローマ帰りたい。見るべきものは見た。これは俺の力。流派発動。三の型。何揉めとんじゃお前ら。はあ、悪ってはどうらんわ。勝った者が正義などだ。どうした、こっちは遊び足りんぞ。ズボン！もうやだ、ローマ帰りたい。発動。三の方。陣を下げろ。接機開始。下は抜かねえ。火のごとく。力を貸せよ。平家の誇りを守りたくば、この智盛に続け。どうした、こっちは遊び足りんぞ。流派発動。一の方。戦機解放。陣を下げろ。これは俺の力。負けねえ。
見ろ方。落城を狙って小技を使うよ。舞台判定を大きくすればその分早く工場準備に入る。地獄を見たいか。見るべきものは見た。ご視聴ありがとうございました。